おお、ということで、第1回チャロブラー杯ビリヤード大会万歳、ね、はい、ということで、ナインボールをして、僕と沢地とユージで3人で勝負して勝った人が負けた人からそれぞれ100ルピーずつもらえると。はい、え、賭博？賭博？賭博じゃないです大丈夫です、賭博じゃない、賭博じゃない、賭博じゃない、はい、これ何爆っていうの？自爆？じゃあ、いやまあ3人ね、個人戦で対抗で、勝った人からね、100ルピーを巻き上げて、あ、間違えた、負けた人から100ルピーを巻き上げて勝った人に渡すという、はい、そんなゲームでございます。はい、もうすでに2戦終わっていて、はい、2戦ともユージが勝ってます。はい、僕とサージはマイナス200ルピー、ユージはプラス400ルピーというような状況で、第3戦目からスタートします。シャルフラはい、ということで第1投目、ユージからいきます。いきましょう。意気込み、やっぱりインドという地においてこのブレイクをするっていうことは自分を弾けさせる、まあ、第一歩かなと。なるほど、はい、弾けたい頑張って弾けてみましょう。2年半いるけど、弾けよう。超うまいんだけど、弾けよう。おお何今めっちゃ奇跡的な映像撮れたよ。俺今殺しにかかったでしょ今。ちょっとね、やば、なんちゃんの顔面に当てる。怖っ今やばくない？やばかった。ここ撮ったよ、ここ、今完全に耳の横通ってったよ。ちょっとこう球が浮くようにボールの下を叩いて本気でやった。そうですね、申し訳ない。めっちゃ悪いやつじゃん。絶対偶然的。じゃあもう一回やり直そうか。もう一回だ。意気込み足りなかったんじゃない？確かに。ブレイクするするとか言うから、俺なってもブレイクするところだったよね。そうだった。ビリヤードはね、やっぱり集中力が一番大事だから、まあ集中していっていきたい。はい、じゃあ集中していきましょう。嘘でしょ。カメラ弱すぎ。めっちゃ緊張してんじゃん。あれ今さ、今2戦して2勝してんだよね。企画に弱いよ。皆さんがチャロブラやってる時に僕はチャロブラやってなかったんで、そのめっちゃ緊張してんじゃん。緊張感やばい。今2勝してんだよね。すげえな。やばいじゃん。ちょっと一旦落ち着けよ、落ち着いた方がいい。コーヒー飲んだ方がいいんじゃないの一回。確かに。ちょっと一旦。どうですかこれ。いやこれまで2勝してるんですよ彼。そうですよね。貯金だって今400ルピーですか？だってね。そうですね。あるのにね。やっぱあれですかね。企画力というかね。企画力ね。やっぱプレッシャーは人をどうにかしてしまうよね。恐ろしいですね、プレッシャーというのは。こんなにカメラが真面目に入っただけで、ね、人は変わってしまうのかという。すごい、さっきまでさバンバン決めてたのにさ、バンバン、だってブレイク全然外してなかったもん ね。俺が今外したけど口、じゃあもう一回行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者の皆さんよろしくお願いします。視聴者の皆さん、あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いいよ、もう一回。視聴者の皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ初玉突きですね。玉ついた？たまたま？ユージね、うまいんですよ、本当にうまいんですよ。だから、うまい、だからこそね、2勝してるからね。そう、珍しい。どうした？ちょっと体あったかくなってきた。カメラの位置ダメ？大丈夫？視聴者見てるよ。この裏に1000人ぐらいいるから。あれ？あ、でも当たった、当たった。当たったね、一応。当たったよ。ちょっと次の人、じゃあ、さあついにやってまいりました、あの新星、北海道出身、東京大学卒業、
沢地選手お前ら何だあったた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 たこんな奇跡的に当たったこんなクズゲームをさ視聴者の方々にさお届けできるの全部カットだ全カットだ全カット俺のあれかなちょっと実況がダメだけどこれ1だよね、うん、俺こういうの強いからなっちゃん選手、うん、強そう下が生んだ同級会のスーパースターが足を伸ばして大と まあそんなもん、まあ、一番この3人の中で一番真面目な一番真面目なまともなショットを見てみましょう全部取られるはい、ゆうじさん第2球目です意気込みありますか意気込みはですねこの1番をどこに入れるかっていうのが大事なんですなるほど、狙いは狙いは、なのでこの1番に当てて、5番に当てて、7番に当てるそういった トリックショットです、ね、なるほど入れていきたいすごいっすよこれだって一直線じゃないからね空かけるペガサスになれモンスターボックスそうですね今このように回っていくルートでですねちょっとさあ沢地君あ、これいけない沢地選手来ました作戦をお願いしますいけないここはいけないんで、はいここを狙うんですけどいけないんでこの黄色いボールですねどうしようかなこれを打とうとしてますねどうしようかなこれを打つんですけどちょっと これをこっち側に当ててなんかバラしましょうかねか、ね、今当たってないよね当たった当たった当たった9に回っていくはいということで作戦は今これを当てて思いっきり打ってとりあえずこの辺バラバラにします、うん、ちょっと仕切り直さないとみんなのリラックスをしないとねすごい真面目な回答みんなを考えてるさあそんななんちゃん選手どんな一投目してくれるのか運命の今日は見てくれてありがとうございますこの動画そうきますよねだからここはここ、ねまず1に当てて、はい、ここの場所にストップさせてこれをここに入れる感じね、うんでその後2番をこっちに入れる、はいはい、ういうバックスピンをかけるじゃ結構はいまずこちらねやっとこの調子出てきたねそうっすねおーそうですねこれで4番の裏に置くっていうことでちょっとプレッシャーかける邪魔ですね意図的にね普通に邪魔ですねこれさあそれに対して沢地選手どういう作戦でいきますか。いやだからここでしょうね。出ましたその謎の測り方。まずは直角にやって、何を見てるんですか。角度を見てるんですか。ここですね。そこに当てる。はいはい。なるほど。あれ欲しいっす。これを使いますね。これどうやって今測ったんですか。視聴者の皆様に解説していただくこと可能でしょうか。うるせえな。当ててから言うよ。さあ、うまくこいつに当たるかちょっと待ってダメじゃんやば俺ちょっともう気持ち入れ替えるわよし冷静にねまあテンション上がっちゃうからダメ冷静に何事も冷静に緊張の音が聞こえてきましたけれども今さあ、まずはねしっかり堅実に当てていきますよ、うん、3番も難しい、ね、3のことは何も考えてなかったねどういう測り方でいくんですかおどういうどういう測り方入射角反射角かな全反射ですかフリーボールですからねフリーボールでまず普通にね当てていきたいと思いますけど、はい、こいつをここですかはいはい入れましょう新潟が生んだおお新潟こちらにおあ素晴らしいどこここそうこいつをここにねでしょうか新潟お
ここ出た。まあ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 、いいんじゃないですか。長めの試合だな。さあ、沢地選手。いやもう当てるしかないんじゃないですか。どこをどこに入れましょう。普通に当てるしかないんじゃないですか。だってね、こっちにあるの嫌じゃないですか。んどういうこと？ごめんごめん、全然わかんない。普通にだから4をあっちに出せばいいんじゃないですかっていう。なるほど。え、マジやばっ。え、やばっ。意外、すごいトリッキーだよね。じゃあ僕はこいつを当てますが、多分こっから入れるのはちょっと難しいので、まあ、狙うとすればここだよね。そのやり方合ってる？やり方は知らない。あ、惜しい。うん、あ、なかなかチャンスなポジションに行きましたよ。さあ、ユージ選手、こいつをここに入れます。おお、調子出てきたね。出てきましたね。だんだん戻ってきましたね。さすが400ルピーの男。おお、惜しい。はい、なんかどうやって打ったらいいか忘れちゃった。忘れたったね。忘れたった。さあ、ナイス。さっきからそれじゃない？素晴らしい。それ何、意図的にやってるの？忘れちゃった完全に。打ち方。ロングショット。あの、じゃあ先に狙い打っとくよ。かっこいい。こっから、うん、これね、今5番ボールに当てて、5番ボールのこの一番右端に当てるから、右端に当ててトゥッていったやつをこの8番当ててトロトロトロっていく。そういうショットを今から見せます。なんかこれ世の中なかなかできる人いないから、あの劇的瞬間になりますよ。皆さん自分で笑っちゃった自分で笑っちゃった。投げな。ちゃんと言えばよかったのにな。言い切ればかっこよかったのに。はい、出ます。さあ、入るんじゃないか。ちょっともう一回やっていいかな。もう一回もう一回同じのちょっとトライしてみて。確かにそこのね、ここですね。ここにこう当てると、ここですね。ここに当てて、はい。いやー、これね、あの世界見てもなかなかできる人いないからね、このショット。おお、ちょっと弱かったですね。もうちょっと右だったかな。ちょっと弱かったですね。うまい。なるほど、はい。さあ、オレンジに。おお、いいじゃん。当たりましたね。ナイス。まあ、狙いはですね、5番だけ軽く当ててそこに入れるっていうのが、そうですね、止められるか、あのセオリーですね。しっかりこのセオリー、横で止められる。あえがないですよ、ね、確かに急にあえぐからな。いやまあでも場はしっかりね、盛り上げましたよ。これもユージいけそう。これはユージさんもお得意の、もう狙いもね明確でしょう。おー、さすが。そしてまた2勝してるね。なんかさすがだね。さあ、おー、いった。おー、いった。ナイスショット。素晴らしいですね。もう今狙ったの。そうですね、今あの6番を起点にして、あの7番を当てにいくっていう、そういうショットですね。すごい、すごい。で次は9番もう狙っちゃいます。狙うんだ、うん、お、あ、そういうこと？ 6 経由で？え？これフリーボールだね。フリーボール。6番、まあ6番確実に行きたいね、ここは。ここは確実にね、6番は落として行ってもらって、次の激戦だね。8球を誰が落とすかっていうところだから。でもポケットが意外と狭いですよ。まっすぐ打てば。ポケット狭いことある。ほらなるほど、9番なかなか
いい危ない位置だね。危ない位置、すぐ入っちゃいそうな。まあ、あのセオリーで言うとここに入れますね。こうでしょ。セオリーで言うと、セオリーで言うとここだよ。セオリーってあるの。惜しい。狙いは？あ、6番です。はい。一直線？何付け？何ショット？カシミリ、カシミリ。カシミリ6。カシミリ。初滑り。初滑りですね。明日のスキー前。確かにね。明日滑っておきたかったところです。あー、カシミリ6。カシミリ6。カシミリ6結構長い戦いだよ、これもう30分ぐらいやってんじゃない。もう超長い。こういくとうまくいくやつ、全部無言でスキップしてくやつだワンショットずつ。いかないやつか。うわ、またまたまたそうやってやるもんあ、でも一直線じゃないの。よし、ナイスショット。で、こういう風に寄せるっていうね。まあセオリーとしてはですね、まあ、ここに入れますね。この一番端っこに寄せてこれ入れるっていう、カも強く言ってこっち側のどっかに入ってくればラッキーっていうセオリーですね。何ショットですか、これ。これカシミル8。カシミル8。ハンドルの名前行きます。そういうことがありますよね。なんかね、辛い。マジで辛い。これまたユージさん。そうだね。ちょっと。これまたいい順番にユージさん。ユージさんやっぱ運がいいんじゃないか。運がいいから非常に。ユージ気使ってくれなくてもいいよ。あら。あ、どこ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 、待って待って、ちゃんと言って、どこ入れるか。どうやって、どこに、どうやって打つの、どうやって打つの。この9番のちょっとこう左に狙う。左、何ショット、何ショット。これはあのシュリナガナイン。シュリナガナイン、シュリナガナイン。メラナムユージヘ。さあ、おー、やばいと、あー、さあ、次、沢地選手、これを決めれば勝ち。運命の第一投。決めようがないじゃん。これを決めれば、待ちに待った第一勝、沢地の手に降り注ぐ。さあ、どうなる。運命の一投です。よし、はい、頑張って。とりあえず、フリーボールにしないように心がけました。そうっすね、はい、それ一番大事。そんな安牌狙ってても人生面白くないから、こうかけていかないと。何事のチャレンジだからね。俺の座右の銘だから。よし、セオリーはチャレンジザボール。あ、違うか。こっからこれ行ってここに入れる。このあのウィニングショットなるのか、なんちゃんのラストショット。これはちょっともうどうですか。ユージは運がいいとてもユージさんは運がいい、まあ、チャレンジして、チャレンジした結果だから、チャレンジした結果だから、まあでも決めてもらいましょう、しっかり最後ね。まあけどこういうところユージはあの決めてくれないからね。決めてくるから、そうそう、しっかり決めてくるから。こういうところね、決めれないんだよ。まあカメラが回ってると全然慈悲がないから。ほら、待って待って待って待まあ、もう本当にまあ運ですよ。ちょっとちゃんと一言言って。
いやなんか卒業してちょっと良かったなみたいなこんなにあれこんなにあれなのかな、形もいないんだよね。すごいね。なんか卒業したのに主役が僕みたいになってしまってますけれどもいいんですか、はい、現チャロブラの皆さん。いやいや問題ないですよ。現チャロブラが弱すぎるっていうただそれだけの事実が分かっただけなんで。そう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 、実力ですね。はい、ということで、あ、そうですね、はい、ビリヤード大会これにて終了します。いえ、せっかくだったらヒーローインタビューしよう。本日第1位になりましたユージ選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。最後の1本決めた瞬間どうでしたか？そうですね、やっぱり運がいいなっていうところ、今年持ってるなみたいなところを感じまして、2020年ですね、すごくいいスタートが切れたんじゃないかなって思います。なるほど、ありがとうございます。今年2020年どのような年にしたいでしょうか？そうですね、2020年はやっぱり東京オリンピックありますんで、やっぱりスプリント競技でですね、ビリヤードではなくスプリント競技で1位を狙っていきたいなって思います。ありがとうございます。あなたにとってビリヤードとは？そうですね、単にこう球をついていくっていうところがやっぱ人と人とのつながりをこう表しているかなって思います。ありがとうございます。現在今スリナガルのグルマルグにいますが、インターネットがつながりません。現在のインド情勢について一言コメントお願いします。そうですね、すごく難しい問題になりますけれども、こうやって民主主義の国でこういったネット統制がされているというところで、やっぱりこうその中でこう生きていくで、みんな笑顔でこう生きているっていうところはちょっとその日本ではないようなそういった現実を目の当たりにしている、そんな気がします。ありがとうございます。日本でユージさんを待っている、ご親族、ご友人の方に一言お願いいたします。お父さんお母さんやったよ、このカシミリカップでですね優勝できたことをすごく誇りに思います。最後に視聴者の方々に、一言お願いします。はい、今年もよろしくお願いします。チャロブラ、私は卒業しましたが全部のことよろしくお願いします。はい、本日、カシミルカップ優勝のユージさんでした。ありがとうございました。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画をよっと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、 SNS のフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。